ピン動画です。4月の26日火曜日、時刻の方は17時20分過ぎです。これまたまたね、ルーティン動画の久しぶりのルーティン動画になるんですけれども、今日ね、2週間ぶりぐらいに本編動画をね撮ってみました。でこれからね、ちょっと話した内容とかね、まあ、使える動画かどうかちょっと見ながらね編集していこうかなと思ってるんですけども、まあもしねまあまあね、これぐらいだったら使えるかなと思ったら、本編動画を投稿して、この、ルーティン動画も、投稿しようと思ってます。もしねご覧いただけてるんであれば、まあね、今日は久しぶりに2本、投稿できたということですね。今日ね午前中パラッと降りました。パラッと降ったんでね、少しね空が明るいというか、なんですか、霞がかかってるのがね、晴れてますね。前回のねルーティン動画でお話しした通りですね、今スマホがもう全然使えない状況で、今日もね本編動画をね撮る前にこのねカメラ、使ってるカメラのスマホの 100% にしたんですけど、9分回したらねもう落ちちゃいましたね。まあもう早いとこねビエンチャンに行かなきゃと思ってるんで、まあ、ひょっとしたらね明日あたりビエンチャンの方に足を伸ばすかもしれないですけど、まあ、まあそしたらね少しビエンチャンの街中動画なんかね撮れるかなと思ってます。 2,3 泊ねしてビエンチャンご紹介する動画をね撮れればねかなと思うんですけどね。おお、なんか新しくできたね干物屋さん。でもここの場所でやるのはちょっとね遠いもんね。これからのインターに乗ってビエンチャンに向かう人は止まるかもしれないけど、ビエンチャンから来た人はね多分インター近くでね干物を購入するんじゃないかと思うんですけどね。今ね追い抜いてったフォーチュナー、まだねナンバープレートがついてませんね。結構ラオスってねあんな状態でね、車も走ってますね。まあ状態で自分で運転して、車検場に持ち込んで車両登録してナンバーつけてもらうのがまあラオ式っていうんですかね。なんで今ね車購入してねしばらく状態に乗って、でそれからね車両登録に行くケースもね結構珍しくないですよね。
ね、えらい違いですよね。あ、今日のね本編動画の中ではね、あの一応まあここのところのねニュースの中でね、なんかご紹介できるものあるかなと思って、ね、2つあのタイのニュースとねラオスのニュースをご紹介した後に、クレジットカードでね、ATM から、クレジットカードで、現金引き出ししようとしてね、ちょっとあのトラブった話なんかをね、ご紹介したんですけれども、うん、まあ銀行のね、あの ATM で現金お金がね詰まってお金に出てこないとかって、ね、銀行のね営業時間中にねそんなトラブル発生したら普通ね日本の銀行、あとタイの銀行でもそうだと思うんですけどね、ポイントが出てきてね、あの ATM 開けてくれると思うんですけどね、確認もしてくれると思うんですけど、ラオスではそういうことは一切しないですね、っていうかあのね、この、金曜でしょ、金曜で今日火曜でしょ、金土日月ってこの5日間でね、まあ、同じ ATM なんですけども2回もジャムるなんていうのはねありえないと思うんですけどね、もう1回目ジャムった時にね、そこの対応してくれた、銀行員に、お前もうちょっと前 ATM なら綺麗に掃除しとけやつってね、怒ったんですけど、まあ、まあ今日はねまたかよっつって一応苦言は呈しておきました。毎回じゃねえかおいっつって、平日はねあれっすね、ベンジャンシーンが去るとやっぱ寂しいね。人は少ないです。中国系のねミュージックあそこはなんだバーなのかな、まあ、一応飯も食えるようになってみたいですけどね。バンド入れてねライブ見せながら、ライブ見ながらね食事ができる、そんな趣旨のお店らしいですね。さあ、着いた。今日は何本飲もう。